こんばんは。テロップします。はい、お礼配信テロップ完了落ちそうで怖いな。はい、あ、髪の毛切ってから久しぶり、初めてのショールームですかね。やっほー、やっほいほいイエーイ、ありがとうございます。今日はひな祭りです。でもなんとね、ひな祭りだけじゃなくて、今日は耳の日でもあります。よよよ、はい、なのでうさぎのカチューシャをつけています。ぴょん。そうなんですよ、かゆい耳の日。あ、今さっきねインスタ更新したので、ぜひチェックよろしくお願いします。見てね、あのね、インスタでも耳このうさぎになってるので見てください。いいね、よろしく。はい、まあ今日なんでねショールームしたかと言いますと、やっぱりその TGC のことでお礼配信がしたくてしました。イエーイ、無事に TGC 終わりました。いや本当にありがとうございます。改めてやっぱ文章でも結構モバメとか、まあ Twitter とかインスタでも TGC ありがとうございましたって載せたんですけど、やっぱり直接皆さんにお礼がしたいなと思って配信してます。そう、本当はやっぱ握手会とかで会って、お礼したいかったんですけど、今中止なので配信の中ではありますが、ちょっとねできたらなと思います。改めて皆さん TGC ありがとうございました。はい、あのイベントで1位にねしてくださり、本当に皆さんのおかげであのステージに立てて私の夢を叶えることができたなと思うので、本当に感謝してます。ありがとうございます楽しかった、ありがとうございます。はい、もう本当に皆さんのおかげですね。本当になんて言うんですかね3位以内に入れなかったら立てなかったですし、こうやって応援してくださる皆さんと一緒に頑張って1週間乗り越えたから、挑戦したから本当に叶えることができました。ありがとう。はい、でもめっちゃ緊張しました。やっぱり初めてのランウェイで、そう、無観客っていう形にはなってしまったんですけど、そうですね、皆さんに見ていただきたかったっていうのはもちろんだったんですけど、まあ仕方がないことだと思うので、皆さんのことを考えながらこう堂々と歩きました。どうでしたか？いや本当になんかでも歩いてる時は緊張はしなかったですね。綺麗だった、ありがとうございます。嬉しい、よかったよイエーイ。そう、緊張はしなかったから楽しめました、いっぱい。
なんか衣装もすごい白で、なんか本当に今まで着たことがない感じの衣装で、なんていうんですかね 衣装すごく綺麗でピカピカでした。 あれって個人でコンセプトあったの？え、わかんないです。全然何も聞いてないです。それは何も言ってなかったんですけど、でも一人一人色も衣装の形も違って個性が出てたんじゃないかなと思います。そう、メイクもみんなキラキラにしていただいて していただいて、ここら辺にみんなキラキラをつけたり、なんかラメのストーンをここにポンってのせたりして、メイクも本当に綺麗に素敵にメイクさんがやってくださりました。本当に嬉しかったです。めっちゃ可愛かったメイクとかね、本当に素敵な衣装とかメイクのおかげでもああやってキラキラ 輝けたから、本当に皆さんに感謝してます。また衣装、ああいう衣装着れたらいいなと思います。歩く練習結構した？え、でも結構やっぱり本番前とかはずっとこうし練習したし、どういうポーズ取ろうかなってもう本当に最後の最後まで悩んだんですけど、まあ、変にポーズ取るよりなんかもうちょっともうとりあえず生きろうと思った。 ね、楽しかったです。いっぱい練習しました。あ、ひな祭りのなんかアイテム着てる、ありがとうございます。嬉しい、渡辺りさちゃんに会えた。会えなかったんですよ。 悲しい、悲しみが深みって感じなんですけど、本当に本当に会いたかった。 本当に会いたかったです。イエイ。私の推しメン 推しが、でも今日も推しが尊いって感じで、はい、頑張りました。会いたかったです。でも結構会えましたよ。欅さんの推しなんですけど、渡辺りささん本当にスタイル良くて大好きです。背高くてスタイル良くて、もう顔も美人で綺麗で可愛くて、もう本当にもうオーラが好き。もうね、顔小さいし本当にそれ、会いたかったな。ネオちゃんとかいたんよな。ネオちゃん会えました？ネオさん結構モデルさんとかもお会いできて、やっぱ本当にすごいなと思いました。可愛い、もう本当にスタイルいいし、なんかテレビの向こう側の方とかともたくさん会えたので、もう本当にあ、この世にいるってなりました。もう本当に素敵な経験をさせていただいて嬉しかったです。もうこれも全部皆さんのおかげです。本当にありがとう。皆さんがね、やっぱりこうやって応援してくれなかったら全部、経験できなかったことだなと思うので、本当に嬉しい。で、本当にその歩く時ってやっぱモデルさんとかの動画とかもいっぱい見たんですよ。そう、それで見たんですよ。で、やっぱすごいなみたいな、あ、かっこいいって見ながら、でもとにかくお母さんとかにも、もうこの姿勢、背筋をこう、もうなんていう、もうやばい、もう
大げさなぐらい伸ばした方がいいみたいなよく言うから、もうね本当に、もうなんていうの、もう本当に、もうなんていうの、大げさなぐらいもう姿勢伸ばして歩きました。もうとにかく生きりました。なんかねやっぱいっぱい、そのやりすぎなぐらいがちょうどいいって言うから、ステージとかはもうねやりすぎ、もっとやればいいっていつも後悔するんですよ、ライブとかでも。だからもうやりすぎなぐらい姿勢伸ばしました。そうだからライブとかもダンスとかなんかもう大きすぎるぐらいがちょうどいいっていうので、いつも暴れてます。じゃーん、じゃじゃーん、イエーイ、ひな祭りということでケーキが今ちょうど届きました、お空から、ありがとう。はい、ちょっと撮りたいと思います。やったー、やったー、売れピーナッツ、ピーピー。髪切ってから初めてショールームするかも。結構切った、ほら、結構短め、梅ピー小岩です。はい、ウレピーナッツ、じゃあスクショタイムしますね。イエーイ、ありがとう、嬉しい、やったー、美味しそう、めっちゃ可愛いんですこのケーキ、可愛い。こういうケーキについてるチョコ大好きなんですよ、わかりますか、こういうなんかデコレーションされてるチョコ、こういうやつめちゃめちゃ好き、みえわかる、イエーイ。ではお言葉に甘えていただきます。スクショ半目になっちゃった、じゃあ載せないでくださいね。もう一回撮ります、イエイ。はーい、じゃあチョコ食べよう。うまい、うまい、大好き、こういうチョコ、わっ美味しそう、ふわふわ、ケーキがやばい、この時間のケーキやばい、いただきます。やばくないですかこの時間にケーキ、最高。あー、うん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 、おいしい、やば、おいしすぎてやばい、おいしい、いちごがあります。今日はひな祭りなんで大丈夫です、この時間に食べても大丈夫です。はい、こんな感じのケーキだよ、なんやろ
ショートケーキではない感じかな。すごい中にもねフルーツがいっぱいあるんですよ。最高。みかんかなこれは。うん、めっちゃ美味しい。お、フルーツ盛りだくさん。うんうんうん、なんかケーキ生クリームも甘くなくて、なんていうんですけど、ちょうどいい甘さでめっちゃいい、食べやすい。ほんまに美味しい。うん、ありがとうございます。6000人超えてありがとうございます。よっ、ココナロイドだ。そうなんですよ、今ココナロイドっていう人が YouTube でなんか踊ってるんですよ。だからみんな見てね。なんかめっちゃ可愛いらしい。今ちょっとバズり中らしいから絶対してた方が得と思う。うん、でもねまだそこそこ YouTube のその動画、そのね踊ってる動画が更新されてるんですけど、そこそこバズってもないんですよ。だから絶対皆さん見てください。目指せ、今の目標は目指せ10万再生なので頑張ります。私もいっぱい見たいと思います。1日1回とかでいいんですかね。なんか何回も見ても増えないんですよね多分。じゃあ10億回再生、10億再生目標にします。頑張るぞ。おお、頑張ろうね。まあ、やっぱそこは35億ですよね。やっぱそこは35億っしょね、皆さん。今 YouTube がやっぱ来てるらしいから、とりあえずみんな YouTube に動画載せていこうって感じらしいので、生まれてまあココナロイドが新しくできたんだけど、まあなかなかやっぱり難しくて、もっといろんな人に見てほしいわけだから、みんな拡散よろしく。バー、
ハッピーシンサーサイズ君の胸の奥まで届くようなメロディ。届くようなメロディ奏でるよ。ちょん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 とりあえず再生回数をちょっと増やしたいって感じです。イエイ。どのくらいで覚えた？え、でも本当にその撮影の前の日に覚えた。てかもう撮影の日にほぼ覚えました。なんか全部私自分で覚えたんですよ。あれ自分で YouTube に載ってるやつを見て覚えたから、もう本当に。しかもね、ラピスのライブと重なってたんで、もう大変でしたけど、覚えたらすごく楽しかったです。もう頑張りました。めっちゃ覚えた。だからちょっとね、振りとかも違うとかあるかもしれないんですけど、そこは愛嬌ということで。だからこそ頑張ったので見てほしくて、たくさんの方に感じです。今日は皆さん何してましたか？お仕事？え、お疲れ様です。え、お仕事なんや。まだあれですか、お仕事あるんですか？みんな休みじゃないんですか？大変。あ、まだ大人は大変ですね。うん、頑張りましょう。私もね、全然頑張ろう、頑張りましょう。明日も頑張ります。仕事明日は楽しみなお仕事があります。生きてください。あ、ちょっと今の失敗。はい、ちょっとジャンル違ったわ。明日頑張ります。イエーイ。
皆さん楽しみにしててください。すごく、あーどうやろ、まあまた言いたいと思います。なんか梅山家はいつもなんかなんていうの、いいこととかあったらなんか嬉しいこととかあったらすぐモノマネをするんですよ。まあだから例えば昨日、まあ、前の TGC のやつも私が普通に歩いてこうでこう去っていく時のモノマネを今めっちゃしてて、梅山家でもうずっとこんなずっとこんなしててもう本当に何でもモノマネしちゃうからいつもね大変なんですよ。なんか第1話のドラマのやつとかもなんかすぐ真似しちゃされて、なんかそれがどうしたのよとか、わけがわからないわとか、もう全部ずっと言ってくるんで、もう本当に豊かです。わけがわからないわ、もう何かあるたび、何やっけ、わけがわからないわ、もうずっとこんな感じ。それがどうしたのよ。もう本当に平和って感じの家なんですよ。イエーイ。もう私花粉症でもう本当に辛い辛い辛たにえん。本当に辛いんです。マスクもないしね。マスクよ出ておいで、私の元に飛び込んできてって感じ。ほんまに、ああ皆さんは花粉症じゃないんですか。花粉症じゃない方本当に羨ましいんですよ。私もう花粉症ね本当につらい。もう目もなんかねもう痛いし、もう鼻もなんかぐっちょぐちょやし、もう喉もカサカサやし、もう声もシュルシュルやし、もう肌もザラザラやし、もうそう、もうティッシュとかなんかあれですよね、なんか除菌シートウェットティッシュみたいなやつも全部なんかねなくなっていってて、お店とかも売り切れで、マスクだけじゃなくてティッシュとかも、もう困りますこの世の中。うん、ほんまに最近マスク売ってるとこ見たことないんですけど、えどこにあんの本当に。悲しいだけ、どこも売り切れだよね。そう困る。事務所にないん、そう事務所にあるんですけど、なんかいっぱい撮るのもちょっとなんか申し訳ないなって感じなんですけど、まあ撮ったんですけど、でもすぐなくなるじゃないですかやっぱり。もうねいっぱい、もう家に部屋にさ、もうマスク部屋作りたいぐらいやわ。もうパッてドア開けたらマスク、あーみたいな、マスクいっぱいあるみたいな部屋作ってほしいぐらい、マスク欲しいから。もう本当にあやだ、嫌になっちゃうわ。そうまあね、じゃあ本当に私テスト中、学校のテスト中になんか花粉で鼻がやばくて、テスト中ってこう下向くじゃないですか。下向いてずっとこう永遠1時間テスト書きます。もう鼻がやばいんですよ、もう今でも今やばいんですけど、本当にやばくて
もうね、もう出た、もうね、やばかったんです。マスクその時してたからまだ良かったんですけど、マスクしてなかったらもう私もう本当に終わってました、人生。そういう経験ありませんか皆さん。何時までやるの？私10時までしかできないんで10時までします。はい、もう分かる、超分かるですよね、本当に。どうします？あの場合で、もうやっぱテスト中って下手に動けないじゃないですか。なんかトイレとか行くのもなんかもう恥ずかしいじゃないですか、注目浴びるし。だから我慢してテスト終わって休み時間パーってトイレ行ってティッシュで鼻かんで、でもう次も絶対そうなるって思ったんです。次の時間も絶対鼻出るなって、もう絶対もう分かることじゃないですか、そういう運命だから。だからこうもう本当にトイレで鼻にティッシュ詰めて、でマスクして戻って、で次の時間だったら出ないんですよね。結局せっかくティッシュ詰めたのに次出やんってどないなっとんねんっていう、出ろって感じだったんですけど、でも本当にそれが一番辛かったです、なんかここ最近で。はい、私我慢しちゃうんで、我慢しがちなのでやっぱり本当に、そういうのもすぐね、行った方がいいかなって最近思ってきたり。そう、我慢は良くないって言うから、まあ我慢するのもいいことだけど、せえへん時はね、した方がいいっていうのもあるけど。でもショールーム久しぶりですよね、皆さん。ありがとうございます。早く皆さんに会いたいですね。でもずっと結局ソロコンとかラピスアーチのライブとかも全部握手会とかで感想とかも聞けてないから、早く聞きたいですね、直接。その SNS とかは聞いたりはしてたんですけど、聞いたりっていうか皆さんの返信とか見たり読んだりしたんですけど、やっぱ直接聞きたいしね。ちょっと鼻かんでます。なんかやっぱり皆さんとお話をして、なんかどうだったかっていうのを気になる。だって髪切ってから会ってないですよね、多分。握手会の存在の大きさに気づく。それな、確かに。やっぱ握手会って本当に素敵なイベントだなって改めて思いました。お持ち込んだグッズ再販してほしい。そうなんですよ、なんかね、ありがたいことに私のソロコンのグッズも全部全完売で、ソロコンのチケットも全部完売できて本当に嬉しかったです。改めてありがとうございます。なんかグッズは私のライブ始まる前にもう全部完売したそうで、本当に嬉しかったです。皆さんありがとうございます。私のね、なんかもう、なんていうの、いとことかも知り合いが欲しいっていう、手に入らなくて、もうそんぐらい皆さんゲット先にしてくれ、はい。なんか本当にチケットも完売できて自信につながったし、本当にいい経験ができました。
美味しい。やっぱりね、感想、また握手会ね、再開した時には皆さんぜひ教えてくれたら嬉しいなと思います。ネラピサーチも本当に楽しかったです。ありがとうございます。大阪でラピスのライブがあったんですけど、いやでも本当に嬉しかったですね。いろんな、やっぱり3人のライブなので、他の2人のファンの方とかもいるので、まあソロコンと違ってすごい緊張はするんですよ。やっぱり私のファンの方じゃない方もいるから、まあいつものライブとかも当たりそうなんですけど、いやでも本当に3人でずっと練習して頑張って、ダンスとかも難しい曲とかもいろいろ挑戦したりしたので、無事に終わって本当に良かったです。こう1月2月とすごいイベントが多くて、ライブとか、なんかバタバタだったりしたんですけど、で TGC も2月で、なんか本当にいろんなイベントが控えてたので、すごく毎日が不安というか緊張とかもいっぱいあったんですけど、無事にとりあえずは今のイベント、最近のイベントが全部終わったので、一回落ち着いたので、またショールームしようと思って今日はしてます。はい、改めて皆さん本当にありがとうございます。そのどのイベントも全部皆さんが多分関わってくれてると思うので、これからもよろしくお願いします。え、あと6分だって、やばみだわ。あ、 AKB さんのカップリングも皆さんお楽しみに。思い出マイフレンドっていうタイトルなんですけど、本当に早く私も MV 見たいです。選抜頑張ります。目指して AKB さんの頑張ります。ではランキングを読みたいと思います。13位よしなちゃん、ありがとう。12位マー君さん、ありがとうございます。11位がけんたまさん、ありがとうございます。10位おのぴん、ありがとうございます。9位しゅういち、ありがとうございます。8位 ひじりまんさん、ありがとうございます。7位スノーマン557さん、ありがとうございます。6位ドラちゃんさん、ありがとうございます。5位ひろふみさん、ありがとうございます。4位コーナーエンおじかんだいさん、ありがとうございます。3位にくみさん、ありがとうございます。2位ライトワンさん、ありがとうございます。1位サイトワンさん、ありがとうございます。わっしょーい、わっしょいわっしょい。あと5分ですね。すごいひな祭りのかわいいアイテム、ありがとう。イエーイ、ラブ。明日も頑張ります。楽しみな収録というかお仕事、今日も可愛かった、ありがとうございますね。ひな祭り皆さんも明日頑張ってくださいね。お、1万人超え、ありがとうございます。嬉しいイエーイ、わっしょい。スクショタイム、なんかありがとう。
うめぴー恋は、うめぴー恋は、本日も元気に過ごしておりました。はい、今日も一本締めしますね。はい、皆さんお疲れ様でした。元気そうで何より。バイバイ、おやすみ、おやすみ、おやすみミックスジュース、おやすみミックスジュースです。大好き、皆さん大好きです。ラブ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 ラ、おやすみ。皆さん体調崩さずに生きてね。ありがとう。ちょくちょくまたショールームできたらいいなと思います。見てね、見てね、見る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 、頑張ろうね。ではお手を拝借、拝借やっけ、拝借、拝借やんな、拝借よー、ありがとうございました。モッツァレラチーズ、おやすみミックスジュース、ありがとうございます。はあ、あと2分、暖かい格好して寝てくださいね。なんか私もすごい冷え性なので、すぐ足とかしびれちゃうんですよ。だからお風呂とかでゆっくりお湯使って温めてからおねんねしましょう。眠い眠いって感じで、寝れない時は私を思い出して一緒に寝てください。ではあと1分、わら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 、おう、あの月刊エンタメさんと関西ウォーカーさん発売中、ぜひチェックしてね。みんなぜひゲットしてね。関西ウォーカーさんではね、あの名刺を作ったの、絶対見てね。なんかね、初のプレゼント企画をしてます、関西ウォーカーさんでは。じゃん、名刺、これは何人かの方にプレゼントするので見てね。あ、やばい、あるある痛くなってきた。あるある痛い、痛い、あるある、あるある痛い、でも言えない、あるある、あるある痛い、言えない、あるある、あるある痛い。